このお店、有名な大物歌手の生歌が聴けるらしく、いらっしゃいませ。僕たちは一杯飲みに来た。ねえ、ペヨンは最近どう？おかげさまで頑張ってるよ。うん、頑張ってるよ。でもね、俺ね、 YouTuber って声って大事だと思うよ、すごく。声は大事。いや、俺も憧れはあるよ。でもさ、生まれつきのもんあるじゃん。例えば誰、憧れの声？やっぱり福山雅治でしょ。ああ、福山雅治ね、いいよね。反則だよ。いいね、マスター。お客さん、その話非常に興味深い。100年経っても好きでいてね、みんなの前で困らせたり、それでも隣で笑ってくれて、選んでくれてありがとう。どれほど深く信じ合っても、わからないこともあるでしょう。その孤独と寄り添い生きることが、愛するということかもしれないから、いつかお父さんみたいに大きな背中で、いつかお母さんみたいに静かな優しさで、どんなことも越えてゆける家族になろうよ。レグザ。すいません、お会計いいですか？あ、お客さん、歌込みで36,000円になります。ただ